ひろしさんこんばんは。26歳高卒大学2度中退キャバ嬢です。年齢2つサバ読んで小クラブで働いて毎日楽しく暮らしていますが、将来が不安でたまにやみます。あと 4,5 年したら引退すると思いますが、頭が悪いので将来のために貯金をどう使うべきか分かりません。今のところ年収1500万円です。アドバイスお願いします。さっさと結婚してください。日本の場合は割と顔がいいっていうだけで結婚しやすい年齢というのがあるんですよ。で、30超えると顔がいいというだけでは結婚できない場合もあるんですよ。なので今そのキャバ嬢で年収1500万稼げるということであれば、顔がいいし話をしてても面白いという状態だと思うので、今のうちに結婚相手見つけてください。で、26だからまだいけると思うんですけど、30になると相手のレベルはどんどん下がってきます。なので28ぐらいまでに結婚した方がいいと思うので、今のうちにその相手を見定めて子供を作るっていうのをやっちゃってください。その子供ができてしまって下ろしませんって言い張ると、もう DNA 検査をした時点で養育費を払わせるというのは法律上可能になるんですよ。なのでピル飲んでますみたいなこと言って、その金持ちとで子供を作ってしまって一切下ろしません、で結婚しないんだったら養育費はずっと請求し続けますってなると、その仮に相手が結婚したとしても、相手が結婚しても養育費を払う義務はなくならないんですよ。だから例えばじゃあその僕がじゃあキャバクラ嬢的な人と子供を作りました、でもあなたと結婚する気ありません、で僕がじゃあ別の人と結婚しました、でも養育費を払う義務を発生し続けるんですよ。そうするとここで結婚して子供がいないのに赤の他人の子供に養育費を払い続けるというのを見て、こっちの新しい奥さんがどういうことってなるので結婚しづらくなるんですよ。なのでそのリスクを考えたら、別に今こっちで結婚した方がいいんじゃねってなる可能性があるので、なのでそれを遠回しに優しく説明して、その養育費をずっと払い続けなければいけないので、結婚しないという選択肢を取ったとしても、なかなかこの後あなた結婚するの大変ですよって話をすると、じゃあまあ結婚するかっていう場合もあるので、なので子供を作る方向で頑張るといいんじゃないかなと思います。